桐島聖子は日本のレースクイーングラビアモデルである大阪府出身愛称は聖国子歌手としては連な名義で活動している合図所属大学時代は美人時計のモデルや全日本クロスカントリー選手権のグリッドガール等をこなしていたが2014年に上京しプリッツコーポレーションに所属同年カプコン モンスターハンター 4G の公式看板娘に選ばれ、全国各地で開催された同ゲームのイベントに出演する。2015年、ホンダライダーズフレンドに就任し、レースクイーン活動を本格的に開始。また同年よりキリンジョッキーズにも就任して、全国各地のイベントに出演する。2016年、スーパー GT300 クラス。 スバル b r z g t ルズブリーズの一員として国内前線に参戦したほか、チーム関連の各種イベントにも参加した。また、D1 グランプリにも、エキシリレーシングガールズとして参戦、さらに元 GP 日本ラウンドにおいては、イデミツホンダチームアジアのレースクイーンに就任し、世界選手権デビューを果たす。2017年、前年に引き続き、 スバル BRZGTR ズブリーズとして活動する。なお、メンバー全員が揃って2年連続で活動したのは、彼女たちの第が発、かつ2021年時点で唯一である。この年は、タイラウンドを含む前線に参戦したほか、チーム関連イベント、さらには、東京オートサロン、東京モーターショー、大阪モーターショーにも、ブリーズとして出演を果たした。 同時に D1 グランプリでは公式イメージがある D ロビッツとして海外ラウンドを含む全6戦に参戦したほか鈴鹿8時間耐久ロードレースにも NCXX レーシングレースクイーンとして参戦したまた同年の東京ゲームショーにおいてもエクスペリアブースにて新ミ三国武ーのコスプレモデルとして出演した2019年5月4日 スーパー GTRD に富士にて2018年 D ステーションフレッシュエンジェルズに就任しスーパー GT 国内前線公式イメージガールとしてスーパー耐久シリーズ前線に参戦したほかブランパンアジア国内2戦さらに WEC 富士ラウンド鈴鹿10時間耐久レースにも参戦した鈴鹿10時間耐久レースではライブステージにおいてソロ活動の レンナとしても、楽曲を披露した。サーキット以外においても、フレッシュエンジェルズとして、都内近郊のライブハウス等でのアイドルライブに多数、出演し、パフォーマンスを披露した。同年の、日本レースクイーン大賞ではファイナリストに選出された。所属事務所を、プリッツコーポレーションから合図に移籍した2019年は、2月4日に、スーパー GTGT500 レクサスチームレモンズ。 2019和光 S ガールズに就任を発表。さらに4月17日には、スーパーフォーミュラバンテリンチームトム S ネッツタマティーズファクトリーレディに就任することをツイッターで発表。本人としては、初となる、スーパーフォーミュラでのレースクイーン活動となった。2019年シーズンにおいて、スーパー GT 所属チーム、レクサスチームレモンズ和光スの大島和也選手。 山下健太選手組がドライバーズタイトルを獲得、スーパーフォーミュラ所属チーム、バンテリンチームトムエスのニック・キャシディ選手がドライバーズタイトルを獲得し、レースクイーンとして所属したチームが共にチャンピオンを獲得したのはレースクイーン初の快挙となった。さらに自身も2020年1月11日に東京オートサロン2020で発表された、 日本レースクイーン大賞2019において、レースクイーン大賞のタイトルを受賞した。また、レースクイーン以外の活動として、2019年4月より、西口プロレスリングがある、西口工場委員会に就任し、同団体の工業への出演のほか、マシェバラで配信される同ユニットの番組、西口工場放送部にも出演した。西口プロレスでは、 同じ事務所の太田あ美やフレーエンで共働きした、小越し穂美とも共演している。2020年に入ると、2月21日に、スーパー GT500 クラス、コンドーレーシング、リアライズガールズ就任を発表。それから4日後の2月25日には、D ステーションフレッシュエンジェルズに2年ぶりの復帰を、果たし、自身2度目のスーパー耐久公式イメージガールを務めた。なお、 この年のスーパー GT では300クラスで D ステーションがパシフィックレーシングと組みパシフィック D ステーションレーシング名義で出場したがスーパー耐久ではそれに伴う r 級チームの合併統合は行われなかった同年11月20日には自身初のイメージビデオセインとラブをリリースグラビアモデルとしても活動するようになる2020年6月 公文社主催のミスフラッシュ2021へのエントリーを発表。セミファイナルステージで第1位を獲得し、ファイナリスト15名の中に入った後、2021年1月18日、ミスフラッシュ第15代目グランプリを受賞。合図所属者及びフレーン出身者としても初の快挙で、万年齢29歳での栄冠獲得は2019年の砂倉静香に次ぐ。 歴代2番目の年長記録となった。同年2月9日、ウェッツスポーツのレースクイーンウェスポートレーシングギャルズに就任したことを発表。自身がデビュー前から憧れていた夢を叶えることになった。また2021年度のフレーンは継続せず、エヴァンゲリオンレーシング RQ2021 の巻派、マリーラストリアス役就任を3月12日に発表した。 2019年1月12日東京オートサロン2019にて、ありがとうございます。